Yeah.
表現することができたかなと一番思い切りできたと思います。ヤコ選手は自分と同い年なんですけれども、ヤコさんの方が3年先輩で、やっぱり同じ年数を生きてるんですけど、経験してきたものの違いっていうのが今日の試合で感じ取れて、ヤコさんってすごいなって思いました。同い年なんですけど、同い年だからこそすごいなと思いました。とにかく今はなんか信じられないっていうか、夢の中にいるような感じで信じられないんですけど、でもこの試合終わった後の痛みとか疲労感とかは紛れもなく本物だと思うので、はい、なんとなくは聞こえました。なんか自分が絞られてる時に結
こっちこっちとか誘導してくれてた気がします、はい、必死すぎてなんかいるのは分かったんですけど、どんなチャンピオン、自分なんかチャンピオンって私が思い描いてるイメージだとすごい強くて誰にも負けない怪物みたいな人っていうイメージがあるんですけど、私はまだまだ強くならなきゃいけない部分もありますし、足りてない部分がまだまだたくさんあるので、成長していける、どん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 変化していけるチャンピオンになりたい。それは終わった後に、あ、そういえばこれってお母さんがまだ取ってないベルトだっていうのは、その試合の前はあんまり意識してなかったんですけど、終わってからお母さんの顔見たら、ああと思って、なんかいつも怒られてばかりいるので、ちょっとどうだっていう気持ちと、なんかお母さんが取れなかったベルトを私が取れたので、うん、取ったよっていう、ちょっと両極端って言ったらあれなんですけど、恥と恥の感情があります。いや、まだ、あ、でも試合終わった直後に大丈夫っていうのは